高いする？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 高い
りんたろくん、りんたろくん、こんにちは。こんにちは。ね、今日楽しいですか？今日楽しいよ。ねえ、いい天気で。ねえ、よかったね。雨降ってよかったわ。うん、ほんとね。気持ちいいね。気持ちいいね。気持ちいいね。スタンプカード。スタンプカード。お？大成功ですね。はい、ありがとうございます。今日は何人ぐらいいらっしゃったんですか？そうですね、事前申し込みで700とか800ぐらいで、それ以上にすごい天気も良かったので1500から2000ぐらい来ていただいてるんではないかなと思っています。はい、大体どの辺からいらっしゃってるんですか？そうですね、70% ぐらいは神戸とか兵庫とかからいらっしゃってるみたいで、バディーウォーク自体が初めての人が 60% ぐらいいらっしゃるので、大阪下からまたこっちに来たっていう感じの方ばかりではなくて、地元の方もたくさん来てくださって、結構小さい子もいっぱいいましたね。そうですね、赤ちゃんから中学ぐらいまでのお子さんが一番多く、はい、ご来場してくださってました。ありがとうございます。すごい素晴らしい時間ありがとうございます。ありがとうございました。輝きのような方ですね。それでは多田俊介さん、お願いいたします。
はい、デザイン担当の、はい、金月純子です。金月さん、はい、今日素晴らしいあの天気に恵まれてすごい最高な時間を過ごさせてもらいました、はい、ありがとうございました。今日のこれがあれですか、あのデザイン、これはあのバッジの、はい、販売してるバッジ5個あるんですけど、はい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 、その1つ の、 あのデザインデザインが、はい、これはスタッフビブスで販売はしないですけど、このなんかデザインに込められたイメージとかって何ですか？イメージは、まあ、あのこのロゴが足型で、うちの関西バディオン関西の足型なんですけども、それを、まあ、分かりやすくっていうか、もう見やすく、やっぱ黄色とシンプルにね、なんかこう伝えやすい感じで、なんかすごい分かりやすい、こうね、歩くとかっていうね、ちっちゃい子もイベントなんからね、すごくいいイベントです。どうもありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございました。今日すごい素晴らしい天気に恵まれて最高でしたね。はい、はい、もうお天気も本当に祝福してくれていて、皆さんの笑顔がもうでもお天気以上にピカピカ輝いていて、もうあ感無量です。素晴らしいですね。なんか私初めてこのバディオ関西来たんですけど、すごい全国からあの本当にいろんな人に来てもらいたいなと思ったんですけど、あの本当素晴らしいイベントですね。はい、広島とか三重から来てくださったという方とかおられて、多分本当は私たちの住んでるところでもしたいという気持ちもあると思うんですよね。でまず自分の住んでいるところで開きたいという気持ちを、こういった関西の近くに来てもらって、であの持って帰ってもらって、もっともっとあの関西にも来てほしいし、もっともっとどんどんバディーウォークが広がったらいいなって、そんな風に思っています。あ、いいですね。はい、